女優米倉涼子49ら19日、虚血精神疾患で17日に76歳で亡くなった俳優、西田敏幸さんの自宅を訪れた。2人はテレビ朝日系ドラマ、ドクター x シリーズで共演しており、約1時間前に入っていた同じく共演者の俳優賞村正信61、鈴木浩介49とも合流。 黒いワンピースにサングラスをかけて姿を見せた米倉は映画、劇場版ドクター x のグッズ T シャツと強化を持って中に入り、自宅に安置されている遺体と対面したとみられる。写真、涙浮かべ悲しみの表情の米倉涼子。約30分滞在し、勝村と鈴木と共に引き上げた。目に涙を浮かべた神妙な面持ちで送迎車に乗り込み、報道陣からの問いかけには応じなかった。 米倉と西田さんは今月8日に都内で映画、劇場版ドクター x 完成報告会見に共に出席したばかりだった。米倉は不法発覚直後に自身のインスタグラムのストーリーズに突然の訃報に接し、言葉もありません。おととい写真を載せるからね、と話したばかりなのに、悲しすぎて悲しすぎてまだ信じられませんと綴るなど悲痛な思いを明かし、17日夜には所属事務所を通じて、 たくさん教えてもらうことがあったのにやりきれません。